おはようございます。2022年8月14日日曜日朝6時5分です。台風の波ね、だいぶ落ち着きましたね。天気の方は曇り、気温の方は26度、風はあ、もう東かな、これですね。はい、で波の方ですけど、見てもらった感じの波になってます。どうです、腹胸ぐらいですかね。でちょっとね、なんか面はね良さそうなんですけど、若干風なのか地形なのかちょっとよれた感じがします。でだいぶね、ちょっとクローズした関係で、地形どうなってるかわかんないですけど、手前側のちょっとね盛り上がってたところがフラットになったんで、全体的になんか遠浅になったのかなっていうね、そんな感じがします。なんでちょっと地形の方がまた変わったと思いますんで、ちょっとその辺をチェックしていきながらいいポイントを探そうかなと思います。はい、というわけで、とりあえずね、波の方は落ち着いてもうやれそうな感じなので、全然いいかなと思います。はい。というわけで、まあ、雨、今日もう降らないと思うんで、ちょっとタイミング見て、ドローンでもちょっとやろうかなと思います。というわけで、また、お会いしたら声かけてください。というわけで、朝の波状況終わっていこうかなと思います。いつもねご覧いただいてありがとうございます。またこんな感じで配信していきますんで、チェックの方よろしくお願いします。今朝も音肌修賀がお伝えしました。それではまた。